無遊病。私の弟は、睡眠中無意識に歩き回る、いわゆる無有病患者でした。そのおかしな行為は、小学校高学年の頃がピークでした。三四日に一度は、夜中にむくりと起き出し、とっくに終わっているはずのテレビの電源をつけて、砂の嵐を無心にじっと見つめています。パジャマのままカバンを背負って、 鍵がかかった開かない玄関のノブをガチャガチャと開けようとし、家族全員で引き止めたこともあります。またある時は、誰かの気配を察して目を開けると、弟が私の首に手を伸ばそうとし、突然目を開けた私に驚いて身を翻したこともありました。その頃、私たちの家族に心配事が降りかかってきました。それは、 小学校5年で恒例となっている、キャンプ合宿の授業が近づいていたことです。夜中に勝手にテントを抜き出して、歩き回ったりしたら、考えただけでゾクッとしました。ここからは、弟のクラスメイトから後に聞いた話です。予想通りのことが起こりました。夜中、キャンプファイヤーで盛り上がり、枕投げなど、 一通り儀式的なことが終わった後、就寝時間となり、半ば強制的に、先生たちにそれぞれのテントに連れ戻されました。すぐに寝息を立てる者も,もいましたが、なかなか寝つけない子供も多かったようです。何時間経った頃でしょうか。先生も眠りについて、だいぶ経った頃、それが起こりました。弟がむくりと起き上がり、 リュックが山積みになっている方へ、スーッと進んでいったのです。そして、リュックの山をまさぐりながら、違う違う、ない、お母さん、ないよ、と言って騒ぎ始めたそうです。起きていた子供たちが、一人二人と顔を上げて、そちらを見始めました。しばらく、その異様な光景に恐ろしくて、誰も声をかけませんでしたが、 勇気を出した一人が、どうしたと声をかけると、はっと振り返り、行かなきゃ、と言って、適当にリュックを手に取って、外へ飛び出して行ったそうです。さすがに驚いたみんなは、力ずくで止めに入ったそうですが、遠くの方を見ながら、行かなきゃ、行かなきゃ、と言い続けていたそうです。その翌日、弟は腹痛と、 40度近い高熱で、2日間うなされ続けました。普通の風邪だと思っていた母は、明日にでも病院に連れて行けばいいわと、割と気楽に考えていました。ところが、その日の夜、寝ていた母の夢の中に、弟が出てきたそうです。母の枕元に立って、お母さん、恨むよ、恨むよ、恨むよ。 はっと我に帰った母は、これはすぐに病院に連れて行かなきゃいけないと察し、弟の寝ている部屋に駆け込んで行きました。向こうを向いて寝ている弟に声をかけ、回り込んで弟の顔を覗き込むと、寝ていると思い込んでいた弟は、大きく目を見開いたまま、動かずに、恨むぞてめえ、と囁いたそうです。 車で救急病院に連れて行くと、すぐに手術室に運ばれました。あと1時間でも遅れていたら、命はなかったそうです。その後も、弟にまつわる様々な事件が起こりました。